ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回は B.B. キングのソロみたいな、ギターソロのアプローチ方法を紹介します。 B.B. キングっぽいソロの弾き方ですが、例えばね、キーが A だとすると、この A の音ね、この音を中心にソロを組み立ててることが多いですね。このあたりね、こうやって。こんな感じで、ここの、A の音を中心にして、コード進行あるでしょ、この A7 と。ここでやると、ここでやると、A7 で、D7 ね、これ E7。そのコードの音をうまく使ってやってますね、コード進行に合わせて。あとは、ペンタトニックスケールとかで考えたい人は、A のメジャーペンタトニックスケールの形がこの辺にあるんで、これね、そこを見て弾いてるっていうふうに説明してる人もいるかな。どっちにしろ使い方は一緒なので、基本はね、そのコード進行に沿って弾いた方がいいかな。例えば A7 の場合は、これ A7 でしょ。なんで、この7スマートを入れて、パッと弾いたり、 D の場合はこれね、この音とか、この D7 の音を多めに入れて、こんな感じで弾いたり、E7 も同じような感じね、とか、そのコードで、こうやって自分でこのコードを押さえると、こう押さえてるとこうか分かると思うんで、それとスケールの音とか指板表とかを見比べて弾くと、B.B. キングっぽいギターソロになります。で、この中心のこの A の音ね、これを中心にして描いてるというかな、このギターを展開していってるので、何かあったらここに戻って、よくこのビブラート聞くでしょうか、こんな感じね。で、この A の音に戻ってきて、がっつりとビブラートをかけると、あと飛んで、ここの A あるでしょ、これね、この A の音も一緒に使って、飛び道具みたいな感じで、こういう感じで中心にして人差し指のビブラートを効果的に使いながらアドリブを組み立てているイメージです。なので、B.B. キングみたいにソロを弾きたい人は、ここの A とか、この辺の、コードの音とか、スケールとか、それはどっちでも考え方は、いいので、弾くことは一緒ですから、コード進行に沿って音を選んで弾くのが一番いいです。そうすると、慣れてくると、他のね、例えば、Am ペンタトニックスケールとかで使ってる人とかも混ぜながら、こうやって、こんな感じで、普通の A のマイナーペンタトニックスケールと、ビミキングみたいな弾き方をこう混ぜて、
まあ、組み合わせて弾くっていうこともできるので、まあこの、中心に、描いていくと B.B. キングみたいなソロが弾けるようになると思います。なんで、まあ、この動画を参考にしていろいろ試して弾いてみてください。チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。